ホープとタールウォーター。森で分け隔てられた二つの村がありました。それぞれの村にはその森についての伝説があり、一つの村ではこう言われていました。森は危険だよ、怪我をするよ。マウンテンライオンやイノシシといった動物は多くの人に怪我をさせてきたし、クマは多くの人を殺してきたんだよ。人々が進歩していくにつれ、森はいつも征服され整えられてきました。野生動物は飼いならされ、危険動物は殺され、果たして森は裏庭となり、人々を脅かすものではなくなりました。もう一つの村で人々はこう言いました。森は美しいよ、素晴らしいものだらけで驚かずにはいられないよ。青い鳥やリスたちはずっと鳴いているし、鹿たちについて多くの画家や詩人たちが作品を残してきたよ。人々が進歩していくにつれ、森はいつも征服され整えられてきました。ありのままの自然の美しさには人の手が加えられ、たくさんの素晴らしい生き物は殺され、果たして森は裏庭となり、人々に野生の美を見せることはなくなりました。一つ目の村はタールウォーターと呼ばれ、その名はさまざまな危険の後に生き残った探検家の名を取って名付けられました。彼は冬にやってきて食料と暖を取る場所を見つけるまで、すべての悪条件と戦わなければなりませんでした。とうとう彼は木を切り、小屋を建て、小屋の周りの木を暖を取るために燃やしました。動物を仕留めて食べ、その皮を身につけました。二つ目の村はホープと呼ばれ、その名は多くの困難を乗り越えて、そこで子供を育てた女性の名を取って名付けられました。彼女は夏にやってきて牧草地に落ち着き、必要なものはその地で見つけたり育てたりして生活しました。テントは温泉のそばに建てられ、寒い日にも暖かくいることができました。食料は野いちごをはじめ野生の果物、木の実が十分にありました。川辺に育つ天で旗を織り、自分と子供たちのために布を作りました。タールウォーターの子供たちは武器を持たずには決して森へは入りませんでした。いつも危険に備え、何かに出くわした時には戦う準備をしました。ホープの子供たちはカゴやカバンなしには決して森へ入りませんでした。いつも食べ物や花々を見つけられると思っていたので、感謝を持って集める準備をしました。タールウォーターの息子はランスといい、ホープの息子はジェームスと言いました。二人はある夏の同じ日に別々に森へ入りました。ランスはそこに潜む恐ろしいものに自分を悟られないように息を潜めて森へ入りました。忍び歩きは彼の武器であり、弓矢を持っていました。ジェームスは美しい森に自分の歌で挨拶するために歌いながら森へ入りました。森にいる時、彼はよく歌を歌いました。ジェームスは思いを書き留めるための巻物を持っていました。タールウォーター側からは森へ通じる道はありませんでした。捕食動物に人の通行を悟られないように、いつも違った道を切り開かなければなりませんでした。ランスは自分を害する者に会わぬように物陰に潜んでいました。しかしホープ側からは牧草地や皆の知っている花咲くいちご畑に続く道がありました。ジェームスは家族と一緒に食べられるものを見つけられたらいいなと期待しながら、ホープ側から森に続く道を歩きました。タールウォーターの近くの森にはたくさんのクマが潜んでいました。しかしホープの近くには
人がよく通るおかげで人を嫌う熊は遠のいていました。ランスは注意しながら進みました。矢はいつでも放てるように弓に置かれていました。村へ肉を持ち帰りたかったので、長く歩く前に獲物が見つけられたらいいのにと思いました。彼は一歩前へ進むと帰りが一歩遠くなるということを知っていました。また彼は広い範囲を網羅できるように弧を描いて進みながら森へ入っていきました。獲物が見つからぬまま朝が過ぎてしまい、昼を過ぎた頃に空が曇り始めました。これはランスにとって影が去り、帰り道が見つけられないかもしれないことを意味しました。そこで彼は通った道に印をつけるため、手斧を取り出し、影が完全に消える前に木の幹の片側を少し剥いでいきました。空が曇ってきたので、ランスは弧を描くように進むのをやめ、まっすぐ進むことにしました。幹の印がまだかすかに見えている間に、ランスは別の木の同じ側に印をつけ、一つの木に二つずつ印をつけることによって、同じ道を戻ってきていることがわかるようにしました。一番最初に印をつけた木から六本目のところまで来たとき、そこで止まって何か動物が出てこないか待ってみました。雨が降り始めました。動物たちは巣に帰り、ランスの隠れ場所に出てくることはないでしょう。残念だけれど、今日の狩りは終わりです。ランスはしぶしぶタールウォーターに戻り始めました。帰り道には来た時ほどの注意を払う必要はなくなりました。雨音が彼の足音を消してくれたので、それほど注意深く歩かなくてもよくなりました。狩りをしなくていい分、危険にだけ気をつければいいのです。熊が獲物を探すのに音は必要ありません。でもさっきランスが木に断続的に切り込みを入れている音が熊の注意を引いていました。それは聞き慣れない音だったので、熊は音の主に近づいてきました。でも若い人間を捉えるのは雨が降り始めるまで待っていました。熊が近づくまで雨の音が熊の足音を消してくれるからです。そうすればランスが構える前に襲撃することができるのです。雨の音に混じってランスは後ろにはっきりしたバキッという音を聞きました。即座にそれが雨の音ではなく、何かもっと重いものが木の枝を折った音だと分かりました。タールウォーターの息子は反射的に木の陰に隠れると、同時に一瞬にして弓矢を構えました。襲ってくる熊はランスの弓矢では太刀打ちできません。でもランスはこのような危険に対処する術を教えられていました。熊は上り坂では速く走ることができますが、下り坂は苦手です。熊の足は上り坂には向いていますが、下り坂ではむしろ不器用で無様に見えます。彼の左側は少し下がって見えましたが、ランスはこの辺りの森のことをよく知りません。低くなったところが、くぼ地で入ると出られなくなるのか、坂道で熊との距離を広げることができるものなのか。また、ランスは矢が熊の頭に当たったのではダメージを与えることができず、肩の前あたりに突き刺さらなければならないことを知っていました。自分の命を守るためには、運にも左右されますが、腕も試されます。ランスは注意深く狙いを定めて弓を引きました。弓を射ると同時にランスは走り始めました。矢が当たったのかを見届ける時間の余裕はありません。彼は少し左に狙いを取りました。そうすれば、少し下がった左側へ走り出したランスを追いかける熊に、矢が狙い撃ちできると思ったからです。運はランスにありました。矢は熊に何らかのダメージを与えたようでした。彼が肩越しにちらっと後ろを振り向くと、熊が前のめりになる姿が見えました。その意味することは一つ。矢は熊の肩に当たり、
前に倒れ始めたのです。これで逃げる時間が稼げます。幸運なことに下がった土地は坂道でした。ランスは下まで走り抜け、風下に出るために鋭角に曲がり、熊から見えずに逃げられる道を探しました。熊が坂の上に来るまでに、上から見えない場所を探さなければなりません。見えてしまえば匂いを消す努力も水の泡です。そこに突き出た岩があり、ランスは再び方向を変えることができ、クマが坂の上に来る前に彼は姿を消すことができました。うまく逃げられそうです。クマが肩の痛みをやり過ごすのには時間がかかりました。あまりに痛いので、クマは腕で矢を取り除けようとしましたが、矢は引き抜けるようにはできていないので折れてしまい、矢尻は体の中に残りました。神様が古代の預言者に矢の作り方の秘密を教えられて以来、矢は獲物に深く食い込む武器として人間の役に立ってきました。矢尻の形は筋肉の動きに作用して動物の体の奥へ奥へと入り込みます。ランスが攻撃した熊の肩に刺さった矢尻もそれを取ろうとしたことでどんどん中に食い込んでいったのです。痛みに対する怒りで熊は正気に戻り、再び獲物を追い始めます。でも今回はただ食料を追うためだけではなく、自分の縄張りを犯す邪魔者を懲らしめる目的も生まれました。しかし若者を見失った場所に戻っても、もう彼はそこにはいません。とうとう熊は用心しながら谷へ戻っていきました。一方ランスは居場所を悟られないように方向を変えながら急いで谷の反対側へ移動していきました。何時間も進んだ後、彼はとうとう初めて休息を取りました。その時には雨は止んでいて、背後の物音は再び聞き取れるようになっていました。彼は無事で怪我もなく、多分今は危険な物取りからも解放されていました。でも彼は自分の居場所が分からず、夜はどんどん更けていました。ほとんどの捕食動物は火を恐れます。しかし敵を追う傷ついた熊はそうではありません。ランスが今夜火を焚けば熊に居場所を知らせることになります。それゆえランスは濡れて寒くて居場所も分からぬまま、夜中寝ずに熊を見張っていました。空は曇ったままでしたが、幸い雨は止んでいました。日が昇ると同時にランスは地平線の見える場所を探しました。とうとう開けた場所を見つけた時には昼をとうに過ぎているようでした。彼はその牧草地とその周りに危険が潜んでいないか注意深く観察しました。彼は遠くに人が何かを持って遠のいていくのを見た気がしました。でも遠かったし確かとは言えません。牧草地に危険がないと分かった時、ランスは真ん中まで入って見回し、高台を探しました。見えたものを心に留め、急いで静かに決めた方向へ進んでいきました。高台まで来るのには半日かかりましたが、途中で水を飲み、リスを捕まえて食事をすることができました。登り終えた時には暗くなっていたので、進んでいく道を決めるには朝まで待たなければなりません。雲は晴れて、ランスは森に入って以来初めて眠りにつくことができました。朝日の出によって東の方向を知ることができ、何か見慣れたものがないか見回しました。日の出から少ししてランスは探していたものを見つけました。それは遠くに昇る一筋の煙でした。それはタールウォーターでしょう。今立っているところから目測すると、村までは歩いて一日半といったところでしょうか。二日目まで狩りはしないでおこう。明日までひたすら村を目指そう。ジェームスはホープ川から森へ入り、森の真ん中に通る道を進みました。そして分かれ道にたどり着いた時には右側の道を進みました。この道は森の奥深くの大きな牧草地に続いているのです。
彼は牧草地でお日様を浴びてすっかり乾いた松の実をかごいっぱいに集めるつもりでいました。彼の目的は2つありました。1つは食料を集めること、2つ目は牧草地の新しく育ち始めた苗が傷んでいないか見届けること。種を食料にするためにホープの人々はこの大きな大切な牧草地を守ってきました。ジェームスが半日歩いた後、雲が出てきました。ジェームスは急いではいませんでしたが、雨が降り始めたら雨宿りをするべきか考えていました。とうとう雨が降り始めました。彼は二股に分かれた木の枝とまっすぐ一本の枝とを拾い、シダの茂みにまっすぐの枝を差し込んで屋根を作り、二股になった枝を乗せてシェルターを作りました。これで高くなったところから雨水が流れ、ジェームスはその中に座って待つことができました。雨は夜になるまで降り続き、ジェームスはこのシダ小屋の乾いたところで寝ることに決めました。夕闇が迫る中、かすかな光で彼は思いを巻物に書き留めました。翌朝早く彼は再び牧草地を目指しました。そこへ着くと牧草地に歩いてまだ取られていない松ぼっくりのついているところまでやってきました。彼はカバンを出して種を集め始めました。全部取り終えると松ぼっくりを木の根元に戻し、牧草地を後にしました。彼はゆっくりだけれど単調というわけではなく、その仕事を楽しんでやりました。ジェームスが種を集めている間、生まれたばかりの子鹿がそばに横たわっていたのですが、ジェームスがその子に気づいたのは何時間も経ってからでした。子鹿の自衛方法は一つです。じっとそこに動かずにいて見つからないことを祈ること。ジェームスがその子鹿に気づいた時、彼はそのじっとしている様子を見て、自分から身を守っているんだなと分かりました。彼は少しの間その子を見て息をしているのを確かめた後、静かにそこを後にしました。彼は周囲を歩いてまだ残っている松ぼっくりを見つけ、収穫を再開しました。ジェームスは子鹿をそっとしておいてやりたかったのだけれど、母鹿が戻ってこなかったことが気になりました。カバンがいっぱいになった時は夜も遅くなっていたので、夜をここで過ごして子鹿が母鹿に世話をしてもらえるのを確認するのには何ら問題はないと思いました。朝になってジェームスは子鹿がまだそこにじっとしていることを確認すると、牧草地の隠れ家に入って休みました。昼過ぎには子鹿は動き始め立ち上がりました。これは子鹿に危険が迫ることを意味し、母鹿はもう戻らないのです。ジェームスが近づいても子鹿は逃げません。彼はその子を抱き上げ、カバンを取りに戻りました。彼が牧草地を出たその時、遠い反対側の端から弓矢を持った男が牧草地に入ってきました。たくさんのものを抱えていたので、ジェームスがホープに戻るには時間がかかりました。でも子鹿は守らなければならないし、こうやって森に恩返しができることにジェームスは感謝しました。ランスがタールウォーターに戻ると、たくさんの人が集まって、どうしてそんなに帰りが遅かったのかと尋ねました。彼は森での危険な出来事と、なんとか逃げおおせることができたことについて語りました。タールウォーターの人々は、再び森は危険な場所で、そこにあるものは人を傷つけると信じることとなりました。野生動物は征服され、その危険には打ち勝たなければなりません。ジェームスがホープに帰ると、たくさんの人が集まり、どうしてそんなに帰りが遅かったのかと尋ねました。彼は子鹿を見せ、散歩中に起きたことを語りました。ホープの人々は再び、森は美しく、そこにある多くのものはその素晴らしさで人々を驚かせてくれると信じることとなりました。